ふぅ、しゃがうね。井上さん、なんでしょうか。サンリオコラボイベントお疲れ様でした。ああ、ありがとうございました。なんかすごいね、キャパ半分だったんですけど、満席でチケット争奪戦だったみたいで、かなり盛り上がりましたね。今日は何するんですか。本日もディケイドさん関連の企画をご用意しました。はい、私スーパーに行ったところ、新しいディケイドさんのグッズを見つけてしまいました。うん、ので商品のレビューをお願いします。あ、商品レビュ ー, ー商品レビュー。なるほどね。ああ、これあれだ、これ手に入んないやつだ。これディケイドだけが売られてねえみたいな感じでなんかこう言われてた気がする。これあれですか、最新のコンプリートホーム21。いや、これはただのコンプリートホーム。これはコンプリートホームか。うん、違いちょっと分かるように勉強しておいた方がいい。すいません。いや、11番と12番これ別々のものなんですね。はい、これはこれが、商品の説明をしますと、はい、ソード仮面ライダーシリーズ、専用のボディに、アーマーを装着することで可動フィギュアが完成するということで。なるほど。はい、え、これ別売りなのこれ。そうです、そうです。え、じゃあこれだけ買った人は何、ボディしかないの。そうですね。え、これだけ買った人は何、パーツしかないの。そういうことなんです。マジか、はい、すごいねこれ。しかも全20箇所稼働するという、すごいね、高い再現度が可能となっておりまして。でもこれ2つで1個なんだ。2つで1個だから結構いいものなのかもしれないね。これでも1つ400円ほどなので。高いね、結構。結構いい値段しますね。これディケイドだけないみたいな声もなんかツイッターで、リプランであったんで、ちょっとよく手に入った感じと。まあちょっと組み立てていきますか。お願いします。いや、開けちゃっていいですか。開けましょう。開けます。開け方下手だな。めちゃくちゃ開け方下手だけど、これ。あ、このね、この箱をきちんとこう点線に沿って開けると、この中が説明書になってる。あ、なるほど。で、そんなんだったな。これ、あ、チューイングガム。ガム入ってる。一応ガムというガムの付録なんだこれ。あ、なるほど、ね。これメインがガムなんだ多分。あ、じゃあまずお菓子から。じゃあメインのガム、メインのガムいただきます。まず。はい。美味しいですね。何味ですか？うん。何味なんだろうこれ。あのね、砂糖味。では、はい。こちら、おお、でも結構。すごい、めっちゃスタイリッシュ。え、なんかさ、なんかもっと大きいのかなと思って、意外と小さい、けど小さいんだけど細かい。めちゃくちゃこの小さいのに細かい。はい、こんな感じです。出てきました。あ、じゃあ 顔はないんだ。うん、11番だけじゃ。あのね、11番で入ってるパーツがこれと、これと、あとね、もう一個入ってます。もう一個入ってるのは、これはね、あのシールですね。11番では、これにシールをつけて遊ぶ。いやー、なんか子供がそれだけ買ってしまったらちょっと悲しい。どうする？これだけ買ってこう、ね、ディケイドだと思って、やった、ディケイドで開けたら首がない。これ、え、不良品、ママディケイド首がない。そんなわけないでしょみたいな。400円もしたのよ。結構400円もしたんだからね。見てね、どっかパーツどっかやったんじゃないの。もうそんなね、ほら首あるじゃん、この説明書の首ね。ね、説明書にはあるんだ。説明書には首ありますから。って見た瞬間に、あ、これは銅しか入ってないんだ。もう一個必要なのね。で、またスーパーに行くって方が多分多かったんじゃないでしょうか。だからもしかしたらどっかの家ではこれだけ、もうこっちが手に入んなくて、もうこれだけの状態でいるっていう人、これだけ中にはいるかもしれない。可動域見ていきますか。
20カ所もあるって言ってましたもんね。すごい。あのね、俺ほら小さい頃にいじってたおもちゃのクオリティをやっぱりね最近はめちゃ超えてる。うん、なんかめっちゃ細かいポーズまでできそう。はい、はい、見てください。こちらがアキレス腱を伸ばしているディケイド。首なし、首なし。いやちょっとあれだね。じゃあシール貼ってきますか。じゃあちょっとシール貼ってきます。うん、なるほど。じゃあシールはまず4番、1番からいかないのね。4番からいこう。このシール貼るの、これ6つ、6つ。あーでもでも、あ、いい感じいい感じ。これシール貼る作業がすごい大変かもしれない。これね、シールはね親御さんに貼ってもらった方がいいかもしれない。良い子の諸君は、うん、やっぱねシールはねちゃんと貼ったらね長持ちしますから。あーでもやっぱ貼ると結構かっこよくなってくるわ。胴体しかないけど。なんかさ、こう首なしのディケイドをさ、この首なしのディケイドにシール貼ってっていうのがなんかすごいシュールなんだよね。結構貼るパーツの箇所多いな。あ、ガムは味がなくなりました。さあもう少しかな、あと2箇所。当時さ、このディケイドのグッズなんていっぱい 出すぎてて何にも触ったことなかったけど、最近だね、ようやくこうディケイドのグッズを見始めたの。手に取り始めたの。初めて組み立ててるかもしれない。はい、できました。出た。ディケイド、これが完成体。じゃあ12番開けていきましょうか。開けていきましょうかね。こっちちょっと この子、じゃあちょっとこの辺にいてもらって。すごい立つんだよこれで、ね、これも開けて、はい、でこれ中開けると、うわ、あのね11か12どっちか買うかっつったら12買った方がいいかも。へー、うん、あーなんか細かいパーツがたくさんありますね、こっちは。あ、なんかこっちの方が組み立て感ある。あとガムがあります。はいはい、でガム食べて、まあメインなんで、メインのガム、はい、おいしい。じゃあまずはい、出てきました。頭です。あ、はいはい、うわー細かい、細かいわ。いろんなパーツがね、あ、ですかね、パーツ多いわ。あのね、このね12番だけいい理由はこのシールだね。うん、見てすごい。うわ、すごい、ほら、え、すごい、え、すごい。これメインシールだよ、これ。それだけでいい。めっちゃ細かい、これシールの細かさすごい。やっぱ印刷技術も上がったんですかね。印刷技術半端ない、これこれもシール、うん、でもシールだけで相当なんかすごいなっていう感じ。まずシール貼っていくか。ちょっとまずシール貼っていかないとダメな気がする。シールの数がね多すぎてね、結構作るの大変よこれ。だけど多分このシールをちゃんと全部きれいに貼ったら、意外とこのフィギュアっぽさっていうのが出てくるかもしれないな。それと武器の種類も2つに分かれて、そう、2つついてんの、あの剣と缶、剣と、そう、銃、うん、え、これベルトも2種類ある、これ。え、いや、すごい。通常時の変身ベルトとあのコンプリートフォーム、あ、そうか、コンプリートフォーム横にこれついてるもんな。あ、ディケイドの顔もこれシールで表現するね。まさかは仮面ライダーやって12年後に俺ディケイドの顔にシール貼ってると思わなかったな。次は、あ、なるほどね。
これまさか。すごいこれ。これまだ貼っちゃいけないやつだ。ちょっとすごいことが発覚してしまった。ちょっと後で説明します。すごい難しい。ってなるよね。そう思うよね。これまさかの、まさかのあれですか、まーさん、これ。ん？これまさかのあれだ。12は12だけで飾れるやつだ。うん。あの、まさにその通り。なんかね、難しい。どこだ、こいつは。めちゃめちゃむずいよ。あ、まあいいや。これはこれでこう完成しました。うんうんうん。なんかこうやって台座と支柱に置いとけみたいな。じゃあ合体していきますか。合体していきましょう。じゃあこれでこれが合体します。ダーン、できました。ディケイド。え？コンプリートフォーム。あれ？うん。すごい。シール足りてなくないですか？まだね、全部貼ってない。胸シールが？でね、これね、一回貼ったらなくなっちゃう。え？見て、これ胸のシールが好きなの貼れるみたいな。ああ。だから、この、いや、最強コンプリートフォームバージョンとか、仮面ライダー、クーガバージョン、クーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、ヒビ、カブト、電王、キバ。あと、なぜかディエンドバージョンがある。なんでディエンドバージョンがあるのこれ。ちょっと待って、なんでディエンドバージョン、なんでディエンドバージョンがあるのこれ。ほんとだ。なったことないけど、これ。これネタだろ、これ。いや、いらんだろ、これ。だって見て、これ。このディエンドバージョンが入ってるから、なんか謎の空白ここにできちゃってるし。いらんだろ、これ。それ入れなければちょうど終わったのに。入れなかったらこれちょうどじゃん、これ。で、こっちには、あの、通常フォームの携帯がありますね。あ、はいはい。じゃあ自分の好きなやつにできるんだ。そう、じゃあ通常フォームでいきますか。すごい。あ、でも一番最初になくすシールはディエンドバージョンだね。一番最初ね、もう失敗してしまえ。これディエンドバージョンのシール、ディエンドバージョン貼っていきます。何これ、すごい、すごディエンドバージョンのフィギュアって多分今までなかったと思う。これやば、これ使い捨てなんだこれ。はい、じゃあディエンドバージョンでできました。すげえ。ほらディエンドのカードを並べてみたぜ。しかしいらないな。元のフォームに戻るか。変身。戻ったぜ。やはりあいつのカードはいらなかった。これこそがコンプリートフォーム。この状態が良い。え、ということはこれあれ、もしかしてマーさん、これん、もう一生ディエンドには戻れない感じですか。戻りませんよ。全部上書きしてやりましたよ。みんなもディエンドのカードがあったらこんな感じで実験台に使ってみてくれ。最初ディエンドのカードを貼ってから全部剥がして、まあ、その上からこの通常フォームのやつを貼るのがおすすめだ。貼る練習覚えておけ。はい、ということで、あの仮面ライダーのディケイドのコンプリートフォームのフィギュアを組み立てさせていただきました。まだね、使ってないシールもたくさんあるんで、結構遊び方がかなり無限大に変身できるんで、まあいろいろできるんじゃないかなと思います。皆さんもよかったら手に取って、遊んでみてはいかがでしょうか。それではありがとうございました。バイバイ。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会員にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。